木村進6月1日から1980年3月16日は日本海軍の軍人。最終階級は海軍中将。栃木県出身。1912年7月、海軍兵学校を卒業。翌年12月、海軍将尉に任官し、常盤乗組となる。1918年12月から1年間。 海軍大学高校航海学生として学んだ。1919年12月、松江分隊長となり、天津風、秋風、高崎の各公会長県分隊長、運送船監督官、麻生公会長心得県分隊長心得、臨時防備隊付、横須賀鎮次夫付、関東公会長県分隊長、富士分隊長県教官などを歴任。百二十五年十二月、 海軍調査に昇進し、春ス教官に就任。1926年11月、絹公会長勤分隊長となり、病校、日向の各公会長勤分隊長などを経て、1931年12月、海軍中佐に進級。1932年12月、春ス教官兼、富士教官、海軍法術学校教官に就任し、裏波、 塩野各駆逐艦長、第二駆逐隊司令、横須賀鎮治二付、岩手副長、第三0駆逐隊司令などを歴任し、1936年12月、海軍大佐に昇進し、第19駆逐隊司令となる。1937年12月、川内艦長に就任し、横須賀商工商公会実験部長、三熊春名の各艦長などを経て、 1941年8月、水路部第一部長となり太平洋戦争を迎えた。1942年3月、第一航空艦隊司令部付けとなり、第10戦隊司令官に移動し、同年5月、海軍少将に進級。1943年1月、横須賀鎮守付けとなり、第11水雷戦隊司令官、第三艦隊司令部付けを経て、二度目の 第10戦隊司令官に就任。1944年11月、軍令部出資となり、翌月、最後の海軍公開学校長に就任。1945年5月、海軍中将に進み水路部長となり、終戦を迎えた。同年11月、予備役編入となった。ありがとうございます。